今日、大阪地方裁判所で判決が言い渡されたのは、特定抗争指定暴力団六代目山口組の二次団体、明きら連合会会長の金東力被告と、その弟ら三人です。金被告らは、一昨年十一月から十二月にかけ。弟が同乗していないのに、弟名義のカードを使って、高速道路の E. T. C. を通過し。千四百円分の割引を受け、不当な利益を得た。 電子計算機使用詐欺の罪に問われていましたそもそも ETC カードにはその名義人が乗車している車一台に限り利用できるという規定があり高速道路会社のホームページにも記載があります金被告は裁判の中で罪に問われた事実については認めた上でこう主張しました罪に問われるとは 考えなかっった騙すつもりなどなどかったさらに弁護側は裁判の中で名義人が同情していない状態で ETC カードを貸したことがある人が4割近くに上るなどのアンケート結果を提出し罰を受けるほどの違法性はないなどと無罪を主張していました。今日の判判決で大阪地方裁判所は 本件は常習的に行われた一貫の犯行であり悪質と指摘その上でクレジットカードの会員規約には暴力団排除条項が規定されており ETC カードも発行されないはずであることは明らかこのようなカードの使用方法は脱法的で処罰に値するだけの虚偽性を有すると判断し金被告に懲役10ヶ月の実刑弟らに懲役10ヶ月